では、ご覧の表題の、文献について、長岡技術科学大学自然言語処理研究室の福島が発表いたします。で、概要としては、教師なしの知識ベースの、WST のための、新しい法案紹介ということで、新たな知識ベースの、ワードセンス第三、ディサンビゲーションについて、新しい方法を紹介しているということで、それでこの新しい手法というのは、資源に2つのタイプのネットワークを使用していて、1つは意味の分散を用いてコーパスから構築しているネットワーク、2つ目は、人手で構築しているネットワークを使って、用いています。で、この新しく、新しい方法を、2つのベンチマークで評価して、5位の資源のみで最先端の教師なし知識ベースの、WST システムのに匹敵する性能を達成したということです。で、イントロダクションで、まず、WST のタスクにはおいては、さまざまなアプローチがなされているということで、グラフベースと、ディストリビューショナルアプローチ、ワードセンスエンベディング、その2つの、コンビネーション と、ハイブリッドアプローチなどがあります。で、このペーパーでは、ハイブリッドの単語の意味表現の有用性を調査しています。で、表紙なしの、知識ベースの新しい手法ということで、WST based on the hybrid learning resource ということで、略して HAR というものを紹介しています。で、この HAR では、まばらな、語彙の表現を用いているというのが特徴です。この方法を用いることによって、意味表現を読めるようにして、かつ WST に使いやすいような、データを作成しています、構築しています。で、象徴的な、分散意味表現と、語彙資源をリンクさせることで、意味の表現を改善しています。リレーテッドワークスとしては、主にというか、いくつか例として、コンバインドディストリビューションインフォメーション&リフィカリソース、ワードエンベディング、スキップグラムモデル、センスエンベディングなど、さまざまなリレーションワークが存在します。で、今回のものなんですけど、まず HAR の構築として、コーパスベースの部分として、ワードネット ID を除く、4つの部分が、コーパスベースから、作られたもので、ワードネット ID が知識ベースの部分となっています。で、この例がその、マウスとキーボードについてなんですけども、なんていうか、キーボードとマウスについて、ワードネットのアイディアはもちろんのこと、さまざまな情報が、付加されています。で、このさっきの PCZ の構築手法なんですけども、その、まず、分布ソーラスの構築を行って、その後、語義を、誘導してやって、その後に、上位語とともに、語の意味をラベリングして、関連語と、上位語の曖昧さ回避を行ってから、文脈の手がかりを、検索するっていう流れになっています。で、この HAR データセットとして今回その用いているのが、ニュースコーパスとして、ギガワードというものと LCC というもの、そして、Wikipedia を使っています。分量は、右の、括弧に示した通りになっています。で、この2つのデータセットで、1つの単語について、ニュースコーパスだと、2.3個の、その意味表現を取ってくることができて、Wikipedia だと 1.8 個の、意味表現を取ってくることに成功しました。で、実験条件なんですけども、今回の実験では、提案書について4つの実験条件を用いて、
実験しています。でワードネットが、ベースラインとなっていて、 そこから、リレーテッドニュースのリレーテッドを追加したものと、さらにそこから、コンテキストの、手が、文脈をの、情報を追加したものと、ニュースで追加したものと、ウィキのもので追加したものが、実験条件となっています。ただし、下の2つは、コンテキストは、1つの単語の意味に対して、まあ、手がかりは5000個までとなっています。で、これがその、先ほどのリレーテッドのニュースとワードネットを足したものなんですけども、ワードネットに比べて、リレーテッドを足すだけで、情報量が多くなっていることはこの図から、まあディスクっていう単語の、まあ、そのものなんですけども、まあ、表現がまあ豊富になっていることが分かります。で、評価としては、WSD における HAR の、まあ、影響を調査するということで、この評価に用いているデータセットとしては、センスバル3というものと、センイーバル2007タスク17というのを、使っています。でこの前者では、粗いアノテーションと細かいアノテーションどっちも存在していて、後者はきめ細かいもののアノテーションのみが存在するようなデータセットとなっています。でこの全ての実験において、まあ、ザ・オフィシャルタスクエヴァリエーターを使用していて、まあ、リコールプレディション F スコアを計算しています。で、この結果なんですけども、まあ、コーパスベースの特徴の影響ということの調査ということで、まあ、ちょっとフィギュア1の方を見てもらうといいんですけども、どちらのデータセットにおいても、一番左の、編みかけの部分に比べて、他の3つが、高い F スコアを記録しているということで、まあ、リレートとリレーテッドを入れることによって、まあ、その意味か、まあ、つまり意味表現の拡張が、まあ、大きなアドバンテージを生んでいるような、まあ、結果となっています。しかし、左の図見てもらうといいんですけども、左の図の、コンテキストを追加した部分ではどちらにしても、あまりいい結果は伸びてないということで、まあ、コンテストはあまりいい結果を出さなかったということになっております。次に、ステートオブジャートとの比較ということで、ノーネット、バベルネット、WN プラス XWN ナサリという4つの、まあ既存の、まあ、手法を使って、比較しています。で基本的にはその文献のオリジナルのスコアを使用していますけれども、ナサリは、その評価しているそのデータセットが違うので、まあ、新たに自分たちで獲得し、表現として評価しています。で、その結果なんですけども、デーブさんのまず、左のセンスバール3の方の、結果を見てもらうといいんですけども、黒字がその、一番高い成績を残したものになっているんですけども、バベルネットと、まあ、ワードネットリレーテッドを比べると、まあ、ワードネットプラスリレーテッドの方が、まあ、より高い性能を示しているということが分かります。で、逆に、セムイバル2007では、その一番自分たちの、研究で一番良かった成績のものと、バベル一番、さっきのステートオブジアートの、で一番いい性能を残した、バベルネットを比べると、バベルネットの方が上回っているっていうことが分かります。でこの考察として、バベルネットで用いられているマルチリンガルアプローチが効いている可能性があると指摘しています。そしてまた、機械翻訳自体に豊富なカバレージの資源を用いているということも、この原因として挙げられています。で、コンクルージョンとしては、まあ、HAR を用いることによって、まあ、意味表現を正常に豊かにできたということと、まあ、2つのデータをセットを用いた実験によって、
HR が5位資源のみのものなんですけども、それをベースとしたモデルで優れたパフォーマンスを発揮したということで、そして、他のコーパスベースの特徴を利用したハイブリミットモデルとの比較で、ステートオブジャートな、パフォーマンスを実証したということになっております。以上で発表を終わります。